イメラジオ第3029回、今日は令和3年7月15日木曜日です。時刻は午後0時正午ですね。空は青空出てるのに、なぜかさっきから雨が降り始めました。多分すぐに上がる雨と思われます。吹き込んでくる風は涼しいですね。さっきまで東京の社会人の方、オンラインで英語習いに来てましたね。今日は夕方にも社会人の方、男子、そして夜は東京の女の子が英語習いに来ますね。午後は時間があります。イメラジオの放送をしましょう。3029回目、今回は牧野信明、内大臣を10年、こんなタイトルでお話しましょう。牧野信明さん、内大臣を10年。明治の三傑に大久保利通、薩摩の人がいました。その次男が今回の主人公、牧野信明です。牧野家に養子に出され、けれど大久保家に戻ってき、けれど名字はそのまま牧野を使い続けた、そんな人です。大久保の息子ということもあって、使節団にも加わって海外を見たようですね。東京大学でも学び、東京帝国大学の前に東京大学と名乗ってた時があったんですよ。その後外務官僚、英語は読み書き話し聞きができる、あの時代にあっては珍しかったでしょうね。そんな人で、三四次内閣で文部大臣や農商務大臣を歴任。第一次山本内閣では外相もやってますね。けれどこの牧野信明が、まあ本当に政治の表舞台で活躍するのは1920年代、大正になってからですね。大正になってからといっても、もう大正も1911年からだから、大正になって8年とか9年とか経ってから、つまり牧野が宮内大臣になった、この頃西園寺がちょうど力を持っていた頃で、そして宮中
某重大事件、これは昭和天皇とそのまだ皇太子の頃、婚約者との間に結婚話があって、それを破談にするかどうかという、まあ、変な事件。ところがこの婚約に元老の山形が反対し、こじれたという事件ですね。この頃宮内大臣をやってたのが牧野。そして今までの牧野の経歴から分かるように、新英米派ですから、西園寺あるいは海軍の斎藤誠、あるいは財政の高橋惟清、こういった人たちとも話がしやすかった牧野はね。宮内大臣の時、この宮中某重大事件、それを解決し、そして皇太子を欧州旅行に向かわせ、そして摂政になった、この背後にずっといたのが牧野です。実は牧野は非常に慎重な政治家で、石橋を叩いても渡らないなんてことも言われました。ですから後の昭和天皇、この時は皇太子ですが、大正天皇の代わりに摂政になる、まあ口で言うのは簡単ですけど、その法的な準備に万全を期したと言われますね。しかも先ほどの欧州への要綱、これもきちっと帰って来られるまでは途中何が起きるかわからない、それを仕切ったのも牧野ですよ。ですからこの宮内大臣の頃、牧野の政治的な手腕はもうぐんぐん上がっていったわけですね。牧野はできると。やがて内大臣、この内大臣っていうのはいつも天皇に仕える。宮内大臣っていうのは宮内省のトップ。ところが内大臣っていうのは、まあ、もちろん宮内省とも連絡を取り合うんですが、天皇陛下から質問されればそれに対して答える、ご下問があれば回答する、そして相談にも乗る、まあ、そういう天皇に一番近いそういう人。それに牧野がなった内大臣、これが1925年、つまりちょうどもうすぐ昭和天皇になるという頃ですよ。ですからその前に宮内大臣を5年ほど務め、そしてここから10年内大臣をずっと務めることになりますから、まあ昭和天皇の信頼は厚い、西園寺との連絡も取りやすい。そうそう、その牧野の娘婿に吉田茂がいると言われても、後の戦後の首相ですよね、なるほどとお思いになるでしょう。この時、1925年から35年まで、ちょうど日本の近現代史においては、田中内閣、政友会、浜口内閣、第二次若槻内閣、民政党、そしてその後、海軍の斎藤岡田、226と、政党内閣が崩壊し、
そして軍人がやりたい放題する、そんな時代へと変わっていく。その時に昭和天皇のそばにいたのが牧野信明です。内大臣、そして宮内大臣、そして侍従長、この三位一体で天皇を支えよう。この時の宮内大臣は一木喜徳郎ですね。田中内閣、この田中内閣は結局張作霖爆殺事件で、その対応がまずくて昭和天皇の不協会退陣とはいうものの、やっぱり田中さんのなんかちょっとがさつな、まあね、オラが大将とかって言われて庶民的とはいうものの、まあ社会の上層部にいたものからはちょっとがさつに見える、その言動がこの牧野にも、あるいは昭和天皇にもあまり好ましくは映らなかった。ですから昭和天皇も田中内閣から浜口内閣に変わった時、まあよほどいい顔ぶれじゃないか、昭和天皇はそう言ったようですよ。けれどその浜口内閣も結局経済政策で失敗し、金解禁ってやつですよね。その後犬飼内閣、けれどこの犬飼内閣が515事件で倒れてしまった。その後斉藤内閣海軍、岡田内閣海軍で、この岡田内閣の時に226事件が起きたのでした。ただし226は1936年で、牧野信明はその前年の35年に内大臣を辞めてますから、226の時の 内大臣はそうです、さっきの海軍の重鎮斉藤誠さんですよ。首相をやった後内大臣を務めていたら226で倒れた。結局浜口内閣の頃統帥権甲板問題が生じ、ただしこれは海軍が言い出した問題というよりはむしろ民政党に対抗する野党の立憲政友会、特に犬飼毅や鳩山一郎、こういった者たちがまあ政局にした、そんな問題でしたね、統帥権甲板問題。この時侍従長は鈴木貫太郎、侍従部官長は奈良武、この侍従部官長奈良、この時に海軍軍令部の艦隊派と呼ばれる加藤博晴が昭和天皇に威圧上訴をしてきた。分かりやすく言うと昭和天皇に直にお目通りしてお話がしたい。統帥のトップ、つまり軍令部長と参謀総長はこのような威圧上訴ができた。それを取り継ぐのは侍従部官長奈良の役割なんですけど、侍従長であり海軍の先輩でもあった鈴木貫太郎がこの加藤の上訴を止めて、そして加藤としてはロンドン海軍軍縮条約、これに反対する旨昭和天皇に上奏したかったんですけど、その間に鈴木貫太郎が割って入って、そしてその上奏も骨抜きにされてしまった。ここから艦隊派
の面々にとって、あの鈴木の親父は訓足の勘だ。こうなってしまった。そしてその鈴木と同じように見られたのが内大臣の牧野信明。これも訓足の勘だ。もう何年も陛下のおそばに仕えながら本当の情報を陛下に伝えず、誤ったことだけ吹き込んで、そして財界、そして政党人の肩ばかり持っている、国際的には弱腰の牧野。その牧野とさっきの侍従長鈴木さん、牧野さんと鈴木さんがつるんでるように艦隊派には見えた。そしてこの艦隊派っていうのは、まあ右翼ともべったんこでしたから、右翼が押しかけると牧野のとこへ、そして鈴木のところへ。だから結局牧野は515でも狙われたし、226でも狙われました。牧野はどっちも助かっていますね。侍従長だった鈴木貫太郎は226で撃たれ、とどめだけは免れた。斎藤誠は、高橋小力夫は226でやられてしまった。第2次若槻内閣の時、3月事件、満州事変、そして10月事件、この辺りから軍人が好き勝手し始め、政治がそれをコントロールできなくなっていきました。で、この満州事変の時、朝鮮軍司令官の林千十郎がチョック得ないで、天皇の裁可得ないで軍を越境させました。これが大きな問題なんですけど、昭和天皇も、そして今回の主人公牧野も、もう内大臣になってるんですよ。このことを不問にしてしまった。ここ謎なんですよ、牧野を語る時に、あるいは昭和天皇を語る時にも、どうして満州事変の時の林朝鮮軍司令官の越境を不問に付してしまったのか。だからこの意味においては、昭和天皇も、そして牧野内大臣にも責任があるといえば責任がある。そしてその後犬飼内閣ときて、次の斎藤内閣では国際連盟から脱退する。これは結局熱火作戦が原因でしたね。これも陸軍ですよ。この熱火作戦も昭和天皇は実は裁可してるんですよ。昭和天皇の裁可が起きて、そして熱火作戦、けれど当時の斎藤首相から、こんな作戦をやってしまったら国際連盟から脱退することになってしまう、除名されてしまう。これを聞いて昭和天皇は慌てて、あの裁可を取り消すことはできないか。当然この昭和天皇の裁可には牧野も関わっていたはずなんですよ。どうしていたんでしょうか。結局この国際連盟っていうのは、なんか松岡がジュネーブの国連総会で演説して、で出てったみたいなとこだけ有名で、まるで松岡が国連からの脱退を決めたかのような印象を受けますが、実は当時の外務大臣は内谷康也。けれどこの内谷ごときでもこのような大きなことは決定できず、実は西園寺金持ちがもうここからは覆せないだろうとサジを投げてたんですよね。そしてその前に、西園寺がサジ投げる前に、昭和天皇と牧野内大臣で熱火作戦を
裁可しちゃってる。取り消そうかと昭和天皇が言い出しても、もう西園寺が今からでは遅い。ですからこの満州事変の時の朝鮮軍の越境をどうして避難できなかったのか、昭和天皇と牧野内大臣は。またその後の熱火作戦、この熱火作戦さえなければたとえ満州国を作ったとしても日本が孤立化していく、その道は防げたかもしれないのに、昭和天皇と牧野内大臣はそれを裁可してしまった。熱火作戦をね。これはなぜか。ですからさっきは有能な働きぶりをした宮内大臣の時にと申しましたが、内大臣になってからの牧野の働きには実は大きなクエスチョンがつくし、その後の日本の破滅を考えればその破滅の一因が牧野にもあったんじゃないか、そうも思えてきますね。とはいえ、宮内大臣の頃5年、内大臣の頃10年、15年も昭和天皇のそばに仕え、そしてその後、牧野が内大臣を斎藤誠に譲った時、それを見送る昭和天皇は涙こぼしたようですね。やっぱり昭和天皇にとってはこの自分の父親の年齢、牧野といい、高橋といい、斎藤といい、頼っていたんでしょうね。だからこそそれらの者たちが襲撃されたあの226事件に対して断固たる処置を取った昭和天皇はね。内大臣を辞めてからの牧野は政治の表舞台にはそれほど出てこず、そして戦後もしばらく生きて、そして亡くなりました。けれどその間も政治の表舞台には立たなかったけれど、この牧野に対して昭和天皇からのご下問が何回もあった。やはり内大臣を辞めてからもその信頼厚く、この話を聞くのなら牧野から、そんな思いが昭和天皇の心にはあったのでしょう。この牧野の娘婿がさっきお話した後の首相吉田茂ですよね。でその吉田茂の孫にあたるのが今財務大臣やってはる麻生さん、こんな系譜になるようです。夢ラジオ3029回、今回は牧野信明、内大臣を10年お話しました。すぐ止むかと思ったら雨が降り続いていますね。